東京バイオリンは14人のバイオリンのグループ。黒沢楽器店が扱うカーボンファイバーの楽器のコーダ棒を使っている、東京都近郊に住んでいる女性バイオリニストを中心に結成したユニット。メンバーのバイオリニストは世界的なコンクールの入賞者もおり、クラシックからジャズ、ポップス等様々なジャンルのバイオリニストから成り立つユニット。2017年秋で活動休止。 2013年3月14日に東京オリンピックを目指してバイオリンユニットを作ろうという話になりメンバーを集め4月4日に発足音楽プロデューサーの中村大地の作曲する東京23区をテーマにした楽曲を中心に演奏している2013年11月にフルアルバム PIC を発売2014年1月20日に 六本木にある STB139 スイートベージルという会場を満員にしなければ解散することを決定しライブを行った。結果チケットをソールドアウトにし解散を回避する。2014年2月より銀座ファインケアクリニックの CM に出演している。CM のボーカルは TVL メンバーの水谷瑞希が務めている。東京バイオリンには 主な活動をメインでやっている TVL というレギュラーメンバーと TVR というリザーブメンバーがおり、ライブ活動等は TVL と TVR が合同で行うことが多く、活動内容にはあまり大差はない。ただし TVL のメンバーは演奏家としての活動やスタジオミュージシャンとしての仕事をやっているメンバーが多く、TVR メンバーは音楽大学卒業して間もないメンバーが多い。 ありがとうございます。